当然再編するとまたリストラという問題が出てきて、もう失業者だらけになるような気が私はしています。今回はですね、完全失業率という、ニュースが出てたので、これについて会長の意見聞いていきたいなと思うんですけれども、9月の完全失業率っていうのが出てまして、失業者数は210万人、で、かつですね、有効求人倍率っていうのが 1.03 倍まで落ちているこの現状についてですね、会長のご意見、そうですね、はい、9月はいろんな補助金とかいろんなもので結構皆さんね、こうあれです、銀行も積極的に貸したりしてあれだからあれなんだけど、やっぱり今年年末から、ボーナスが多分相当、減額になったりするし、それからやっぱり資金がね、そこをついてくるっていうふうに思うんですよ。ですからそういう意味では本当のやっぱり不況っていうのが来年頭ぐらいから来るんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。当然飛行機会社、バス会社、そういう基幹産業って言われてるその交通機関なんかはほとんどやっぱりリストラになるでしょうし、それから飛行機でいうとそのスチュアーデスのね、キャビアアテンダントの人なんかも当然リストラになる可能性もあるし、いろんな業種が、これからリストラになりますよ。ですからそういう状況を、これからどうなっていくのかな。反面だからコンビニの社員が不足じゃなくなってるっていうね、状況があって、一番範囲ですからね、そういう意味では本当にこれから景気がもっと私は悪くなってくると思うんですね。で、海外からの人も多分僕は10年は戻らないと思うんですよね。日本が受け入れられるかっていう問題も一つあるし、それから海外もですね、そのイタリアとかヨーロッパなんかはほとんど観光で食ってるんですよね。その観光地の人たちが、その儲かってもないのに日本にわざわざ来るかっていうこともあり得るし、ある意味ではね、その本当に世界中が、どんどん今シュリンクしていく状況の中で、中国だけはねちょっと元気だっていう話だけど、ある意味で中国だけで支えられるかってなかなか難しいし、そういう意味ではこれから私は不況の波に入っていくのかなっていうふうに思ってるから、完全失業率が横ばいというのはこれからますます下がってくるし、有効求人倍率ももう多分1を割って、人余りの時代にこれから来るような感じがしますよね。そういう中ではね、このテレワークとかいろんなことがこう出てますから、ある意味ではね、人がなくてもいられるような状況も企業としても出てきてるし、そういう意味では本当にこれから大失業時代が僕は来るというふうに思ってるんですよ。当たってほしくないんですよ。当たってほしくないんだけど、なんかそんなようなことが出るかな。先ほど言ったようにもう10年は私この状況が続くんじゃないかなと思ってますから、そういう意味ではその10年後はまたね違ったことが出てくると思うけど、この10年は僕は5割経済ってよくね言ってるんですけど、あとマインド不況、気持ちがやっぱり出ていかない。多分ワクチンが出ても何が出ても70以上の人が出ないですよ。もうやっぱ怖いから、自分が死んじゃうんだからね。やっぱりそうやって出ていかないっていうことになると、今までね、いろんな旅行会社が70の以上の人をみんなこういろんな海外とか国内連れてたけど、そういうのがなくなっていくということ、若い人はね、非常にこう元気にね、GoTo とかなんかで出てるけど、若い人以外のお年寄りがそういうふうに乗ってくるかだと思うんですよね。そうすると当然外に出なくなると、着るものとか宝飾とかね、そういう贅沢品が売れなくなったり、いろんなことがどんどんだから風が吹けば桶屋が儲かる的にですね、なんかこうコロナがあって不景気になると出歩かないと、そういうものでいろんなその産業がダメになってきてっていうことで、最後はだから銀行なんかも多分これから地銀とか信金なんかの合併とかですね、もしかすると都銀もあるかもしれないなことをちょっとこの間銀行の人言ってました。わかんないけどね、それはね。だからそういう意味ではやっぱり再編がいろんなところで行われていって、いろんな影響が出てくるかなと。当然再編するとまたリストラという問題が出てきて、もう失業者だらけになる。
ような気が私はしています。望んでいませんけどね、はい。本日は YouTube 見ていただいてありがとうございました。100年続くためには次の代にバトンタッチしていかなきゃいけないんですね。ですからそういう意味では会社の社長さんから後継者の人にぜひ見ていただきたいんです。それから YouTube の、ね、チャンネルの登録もぜひよろしくお願いしたいと思います。またいろんなこれから情報をお伝えしますのでよろしくお願いします。どうもありがとうございました。